2016年最後の弾き語りまとめ動画、白田のさ。暗いと全くそんなことはないのだけれども、暗さを出せず一人で泣くのも割と多くいる。本当のことは言いづらい、いじめられ子も家ではケロッと、お母さんの料理おいしいおいしいと食べている。本人がいじめられているといえばそれはいじめですって、はい僕いじめられてますって手を挙げられますか。生まれながらにして授かったこの身長と細い腕ではドラえもんがいなけりゃジャイアンには絶対全く勝てません。暗いやつは暗いなりに割と懸命に生きてるんだ、目立たなくていいと精一杯息を殺しているんだ、自分の意見も言えず机に顔向き合わせてるんだ、殴りたいやつに殴られそれでも登下校しているんだ。ことは全くやりたくないものであるが、大人になった今であれば避けることもできるのだけれども、小学校中学校学校という名のつくものは理不尽にもそんなことはなんだか許してくれない。走るの苦手なのに次は体育でマラソンだ、下手な自慢をまるでモンスターは廊下に張り出されてしまった、緊張してうまく話せない笑いもんの発表会へ音程外れた効果、己の声に耳を塞いだ。暗いやつは暗いなに割と懸命に生きているんだ、目立たなくていいと精一杯息を殺しているんだ、自分の意見も言えず机に顔向き合わせてるんだ、殴りたいやつに殴られそれでも登下校しているんだ。誰かに憧れて始めたギター、僕はマーシー尾崎豊。ある程度は弾けるようになったけど、かっこよくは歌えない。ある日気がついた、ギターは好きだが何もできない。失った僕に一筋の光、インストゥルメンタルソロギターへの道、またギターが鳴り眠らない夜。
上澤先生ありがとうございます。調べを練習する日々に明け暮れました。弾けば弾くほどに楽しくなった。誰かに聞いてほしい、そんな気になった。友達に聞かせて拍手に満足、これを続けようと腹をくくる。だけど録音した演奏に絶望、自信をなくして静かな夜。愛する人にはやはり見放されて、まずい安い夕食にも慣れてきた。刻まれたリズム感との戦いに今日も苦しんで弾いている。今もすげえ好きだと君に伝えたい。美味しいラーメンが毎日食べたい。もうやめちまえばいいじゃねえか。今日も苦しんで弾いている。